こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学24日目、気づけば1月もあと1週間というところになってまいりました。今日も張り切ってやっていきましょう。ということで今日はですね、解釈を変えるというのがテーマになっていきますね。相変わらずのこと長いって感じですけど、まあ真実はいつも一つっていうね、日本で一番有名な名探偵の言葉でありますよね。で、出来事っていうのは確かに誰から見ても一つであることっていうのは変わりがないですよね。ところがそのまあ解釈によってその人自身が、まあ、幸せだなーって感じたりとか、それから私は不幸じゃーっていう風に感じたりするんですよね。で、解釈の仕方でこう不幸っていうのが決まるのであれば、まあ幸せになるための考え方ができた方がいいに決まってますよね。で、今日は認知療法と呼ばれる心理学のワークにを取り入れていきながら、自己コントロール力っていうのを鍛えてあげていきましょう。鍛え上げていきましょうというお話になっていきます。で、人間の心の働きっていうところに着目をまずしていきたいんですけど、基本的な前提として、人っていうのはこう出来事そのものに対して反応するっていうより、その出来事への自分がこうだなって思う解釈によって反応するっていうことが言えるんですね。それってどういうこっちゃっていう話なんですけど、つまり順番的に言うと、出来事がまず起こります。で、こんな出来事が起こったなっていうふうに考えます。で、それがいい悪いっていう感情が生まれていくという、まあ、そういう順番で理解をしていくんですね。例えばどういうことかっていうと、赤ちゃんがいます。で、赤ちゃんを見るという出来事が起こって、あ、その赤ちゃんが自分の子供なんだっていう認識をします。これがまあ思考ですね。で、可愛いなって感じるのがまあ感情というところですね。赤ちゃんを見てっていう出来事で、あ、自分の子供やんって考えると、で、可愛いって感情が生まれるっていう感じですね。それから例えばパート2ということで、まあ、舞台俳優さんがですね、舞台に出る直前に、まあ、観客席を舞台袖からちらっと見るっていう出来事が起こりますと。で、観客の眼差しがめちゃめちゃ怖いっていう風に考え込んでしまって、あの中に出ていくの俺どうしたらええですねんっていう風に緊張と不安が襲ってくるっていう感情、まあざっくり言うとそんな感じっていうところですね。で、認知療法で、どういうことをやるかっていうと、まずそもそも目的は何っていうと、歪んだ考え方っていうものを取り除いていって、現実感、本来考えるべきことっていうやり方を、取り戻していこうということなんですね。で、あなたにとって不合理な考え方、つまり認知の歪みがあるということが分かったら、その出来事に対する考え方を変えていって、で、建設的な内容にしていきましょうというのが目的になります。まあ具体的に言うとですね、例えばなんですけど、就活の場面をねイメージしてほしいんですけど、面接で面接官を前にして、まあ、どんな質問が飛んでくるのかね、皆さんも就活を経験したことがある人とか、まあ就活に限らず面接を経験した人とかだったら、なんか面接官の目つきって怖いかエロいですよね。で、どんな質問飛ばしてくるのかなとか、あの瞳の奥に相手はどう思ってるんだろうっていう風に、まあ、そんな恐怖に襲われてですね。で、ここでもう内定ができなかったら全てがおしまいだ。もう就職することができないっていう不安に陥ってしまうんですよね。でも、本当にこの会社の面接に落ちたら、もうあなたは就職できないの？っていうことを問い合わせ、ね、自分に問いかけてみると答えは違いますよね。この会社に就職できなかったとしても、他にも私が就職できる会社はあるっていう考え方が正しいはずなわけなんですよ。で、僕自身の話をすると、まあ、就活ね、僕もしてたんですけど、初めて面接を受けた会社の、まあ、三次面接っていうのが、まあ、出てきたね面接官の態度っていうのがあんまりにも腹立たしかったんですよ。もうなんか明らかにこっちを見下しているような感じだったんですね。で、圧迫面接のような感じを出しながら、まあちょっと大きめのファイルを手元に持ってたんで、まあなんかね、質問に対しての答えをチェックしたりとかしてたんでしょうね。ファイルを顔で隠して、もう一切こっち見ないんですよね。で、質問もざっくりと聞いてくるんですよ。聞き方も雑だったし、で、結局何聞きたいのあんたっていうような感じだったんで、こっちも答えられないんですよ。聞きたいことがわからないから。で、最後になんか言いたいことあるっていう風に言われたんで、いや、もう御社で働く気はないんで次の面接いいですっていう風にこっちから振ってやったんですよね。ところが出てきてから
もうね、とある梅田駅のですね、近くのビルの下の方でね、めちゃくちゃ後悔して、でビルの1階で2時間くらいボーっと座ってたんですよね。でちょうどビアガーデンがやるかやらないかくらいの時期かな。そんな時期でもないか、3月の半ばとかだったんで、まあその時の気持ちっていうのは、俺の就活終わったわ、後ろで美味しそうにビール飲んでるおっちゃんめっちゃ羨ましいなって世界の終わりを感じたんですよね。ところが実際は別の会社に就職することもできたし、他にもその会社以外で複数社の内定っていうのをもらうことができたんで、まあね、冒頭ね、この会社に落ちたことで本当に就職できないのって言ったら答えは違ったっていうことですよね。まあそういうことなんですよ。で激しい思考の歪み、つまり今の例で言うと、もう一社落ちただけで全ての就活が終わってしまったかのように考えるっていうのは、失敗の恐怖心っていうのを生んでしまったりとか、その恐怖心っていうのを高めてしまうわけなんですよね。だからそうならないためにも合理的な考え方っていうのが欠かせないわけなんですよ。だから状況っていうのを見直して健全的な、チャレンジ精神を生んでくれるためのトレーニングっていうのが必要になりますっていうことなんですね。で問いかけなんですけれども、まあ、あなたがこれまでに、抱いた激しい感情ですね、例えば怒りですよね、はい、身内の人間をバカにされたとか、まあ、これは誰でも起こるかもしれないですけどね、僕だったら切れます。で悲しみ、言われもないデマを流されたとかですね、そんな噂どこで流れてんのとかね、恐怖、誰かが自分の悪口を言ってるかもしれないとか、で緊張ね、試合でコートに立ったら足の震えが止まらないっていった、こういった激しい感情を覚えた瞬間っていうのはぜひ、思い出してみてくださいと。であなたのその時の反応は正しかったんでしょうか。それから同じ状況に対して別の解釈することはできませんでしたか。で例えばこのね、試合でコートに立ったら足の震えが止まらないっていうのも、あんだけ一生懸命練習をしてきたんだから勝って当然なのに、震えるってことはもしかしたら負けるって思ってないってことなんですよね。それは、違いますよっていうことをちゃんとトレーニングしていきましょうっていうことです。で一生懸命練習してきてるのに負けが先にね浮かんじゃうっていうことは、やっぱりそれは練習不足だったっていうことがもしあればなんですけど、勝つための練習積んできたんだったら勝つっていう思考が当然浮かぶはずですよね。で今回皆さんにご紹介したいのが PRP 法というものなんですけれども、心をかき乱してくる不安に対しての対処法の一つなんですね。で最初の P はパーミッションって言って、自分自身が人間であることを許すこと、まあこれちょっとね、解釈としてどうなんだっていう話は、解釈を変えるっていう話なんで、解釈としてどうなんだろうなっていうのをこう本を読みながら思ったんですけど、まあ自分がいろいろやることを許してあげましょうよっていうことですね。でそれから、R は、リコンストラクションということで、状況や出来事っていうのを再構築、まあ再度見直してみましょうっていうことです。それから、次の P がパースペクティブっていうことで、その状況をより広い視野から見てみましょうということです。なので皆さん自身の最近腹が立ったこととか、最近抱いている将来の心配事っていうものを使ってこの手法を試してみましょう。でパーミッションなんですけど、例えば信頼している人にその出来事のことを話してみたりとか、その将来に向けて心配していることっていうのを話してみたりとか、あるいはそれに関して今どう感じたのかとか、感じているのかっていうことを紙に書き出してみましょうということです。でコツに関しては、例えば過去の出来事であれ、将来起こる出来事であれ、その経験が今まさに起こっているっていうように感じることが大事です。でムカつくならムカついてみて、悲しいなら悲しんでみると、で自分が必要だと思う分、時間分だけ使って取り組んでもらえたらいいかと思います。で続いてリコンストラクションということなんですけれども、その出来事がもたらしたいいことは何かっていうことを考える。将来の出来事だったらどんないいことがあるだろうなっていうことを考えてみる、想像してみるっていうことですね。確かに怒った瞬間は楽しくなくて辛かったって感じたかもしれません。ところが改めて時間が経った今、何か良かった点はないかなっていうことを振り返ってみましょうということです。で、そこには新しいことを学ぶことができたりとか、他人との関わり方が変わったりとか、まあ、その出来事自体に感謝できるものは何かないかなっていうことを想像してみるということです。それからパースペクティブなんですけど、ほい。出来事をできるだけ広く見てみましょうということです。
例えば他人ですね、 A さんだったら自分に起こったこの出来事っていうのをどんな風に思うだろうなとか、あるいは時が経った自分、1年後の自分だったらどんな風にこのことを考えるだろうっていうことを想像してみる。でその時に視点、視野、視座っていうこの3ポイントを注目してもらいたいんですけど、どこを見るかですね。例えばこの出来事のいいところはどこ、悪いところはどこ、学べるところはどこっていうことですね。でどんな範囲で見るか、今見ますか、1年後の自分から見ますか、1年前の自分から見てみますか。だから1年前だったらこんな考え方できなかったけど、今の自分だからこそこんな風に物事が捉えられるんだなって成長を感じてみるってことですね。それからどこから見るか、自分の目線ですか、それとも両親の目線ですか、それとも友人の目線ですかっていう、自分以外の誰かになって考えてみるっていうことです。で PRP 法をですね実施する際の注意点なんですけれども、特にねこれね順番ないんです。でどれから始めても OK です。パースペクティブから始めてもいいし、リコンストラクションから始めても OK と。でこれまでの経験を思い出して取り組んでみてもいいし、今起こっている出来事っていうのを掘り下げてもよしということで、やり方に特に制限はないので、思い浮かぶところから始めてみてくださいねっていうことです。で心理学者のデイビッド・ D ・バーンズっていう人がいるんですけれど、その人がですね、こんなことを言ってます。気分が悪くなるっていうのは奇妙なことやと。で勝手に思い違いをして惨めな気持ちになっているということなので、でこのワークっていうのはそんな惨めな気持ちを味わわないようにするために、やればやるほど効果は出ますし、物事を健全的に、捉えるという意味では、ごめんなさい、健全な力を捉える、物事を健全で意味ある捉え方ができる力を身につけていくためには必要なことなので、皆さんがどうしてもついつい悪い方向に考えてしまうっていう癖があるという自覚がある場合は、このトレーニングをやってみることで、本来の自分が正しいというか、そのいいっていう方向に考えられるような力っていうのが養われていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで最後にですね、皆さんの健全な考え方を僕は信じてます。なのでチャンネル登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上となります。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。